気持ちいいね。だいたい70キロ差がありますからね。あ、80キロあるんだ。やっぱ比べるとでかさが。18で自衛隊に入って、それであとは、自衛隊辞め5年やって帰ってきて、それで、あと乗馬クラブで一応こう。バイト兼みたいな乗馬クラブで働いてる時にちょっとやっぱ馬のことを考えたらこういう牧場があるっていう養老牧場っていうのが世の中にあることを知ったんで自分で作りたいなと思って一応こうダブルワークしながら、はい、頑張ってお金を貯めようと思ったんですけどなかなかやっぱねお金も貯まらないからもうここはちょっと一気にやろうっていうことで銀行からお金を借りてですね、はい、頑張ってやってきました。そうなんかね、うん、あの競馬に一緒に行ってたんだよ。 その時にね、うんこういうのやりたいなっていう言ってたのが大体10年ぐらい前かな。だから最初はやっぱあの年老いたあの馬のオーナーさんが、まあ、オーナーさんついてる馬がいるんでその方から月々の、お金を輸託料をもらって生活していこうかなと思ったんですけど若い馬が来ちゃったんでやっぱさすがにねやっぱほんでさっきも言った通り何十年もあの払い続けるって難しいんでちょっと僕があの馬を買い取ってそしてその馬に働いてもらってその馬をちょっとね寿命まで頑張ってですねあの全うさせたいなと思ってますんでですからちょっとねどういう風に稼がなきゃいけないっていうのをちょっと考えてる途中なんでそこもちょっと頑張ります。ほんとここももうあのこういうもう山だったんでここ全体山でしたからほんまそうよな、うん、俺も見に来たけど、うん、ここなかったんでここもうあれですから山だったから山だった完全に完全にこういう状態ですこういう状態です、はい、こういう状態だったところを鳴らして鳴らして最初高いから、はい、美味しいですそれこれグラマーちゃんですねグラマーちゃん白い足毛です競走馬なんですね元競走馬で、はい、これも佐賀競馬で走って11戦1勝ですね1勝だけ勝ちましたねあ勝ったんだ、はい、何歳今5歳の女の子ですね、はい、で近くで見ましょうよ、はい、でこのトントロちゃんトントントントロちゃんと一時預かりの乗馬クラブで仲良くなったんで一緒に連れてきました、うん、やっぱ一頭じゃちょっと寂しいってことで、はい、やっぱちょっと悩んだんですけど大きいな、はい、この子ですはい、もう匂いで割れとる、はい、あ、おにんじんあげてもらってじゃあにんじんですね一応ねもう今あげちゃうあげてもらってで一応これがまあこうやってるんですけど手のひらねあげるときこうやって手のひら持ってください、うん、こうやったら一緒に噛まれますから、うん、必ずこう手のひらでこうやってでうまくこうこれうまくこの唇で噛みます、はい、もう一回いきますよいい音しますねいい音、はい、この唇でいきますから、ね、この唇でこううまくあ、はい、入れるんだでボリボリいきます、はい、俺も上げてみてもいい、はい、でこうやなそうピッと手のひら、はい、うまくいきよう私にはってよりグラマーちゃんかわいい ね起きたあかっこいいですねそうそうそうね、本当に1月29日まで走ってたんでムキムキですねでもすぐ引退したような感じですか すぐ引退してこっちへっていう感じでやっぱそういう勝ち負けの関係でみたいな勝ち負けの関係でこの子あの、タイムオーバーになっちゃって、はい、あの一応あの競馬もやっぱ賭けになるんであのあまりにもちょっと弱すぎるとやっぱ買わないじゃないですかそうですねちょっとそういうのであのタイムが決まってるんですよなるほどなるほど
お父さんスピルバーグって言って天皇賞を勝った馬で、でおじいちゃんがあのディープインパクトなんで、一応ディープインパクトのうちは似てますね。へえ。もうやっぱ引退してたなんで結構ムキムキな感じ。いい体してますね。いい体。みんなね、これムキムキ。ボディーすごいなって言ってくる。ここら辺から入ってもらってこうポンポンと。で、おっとこう声かけながら。あ、こっちですか、はい、で、まあ、後ろの足がちょっと、まあ、蹴ることはないと思うんで、それはもしもの時にありですから、横行かずに、そのままくるから、で、ポンポンと。じゃあ、ここ。はい。ですね。よしよし。はい。そうそう、声かけながら、はいはい。はい。で、そうですね。ですね。グラマーちゃんの方が食べ方うまいんですけど、この子も。ね、あー、なるほど。こんな感じです。で、よし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 。かわいい。あったかいですね。ですね。はい。ますから。ね、なんか身近なようで、身近じゃない。そうですね。やっぱ馬はね、そうなんです。やっぱ皆さん初めて見て、おーっていう。ですからテレビで見るのと、実際こうやって触れ合うのとまた違いますから。そうですね。で、馬専用の、あの、油があるんですけど、こうやって塗ってもらって、あと手でしっかり馴染ませて。ね。これで、やっぱちょっと乾燥してたら、割れたりする。後ろ側で割れたりするんですけど、こうやってしっかり、ね、今乾燥時期なので、しっかりやっていきます。よいしょ。変な後ろがね。もうこれを365日やってるわけでしょ。好きじゃないとできないっすわ。ねえ、やっぱ、あ、ほんとね。ちゃん、はい、素晴らしい牧場でございました。ありがとうございます。そもそも、はい、こういう牧場を始めようとしたきっかけっていうのをちょっと改めて教えていただいてもいいですか。はい、やっぱあの馬のね仕事してたらどうしてもね、やっぱ馬っていうのはやっぱまずは大きいし、うん、あのまず場所がね必要です。やっぱこういう牧場じゃないと生きれないし、うん、やっぱご飯もかかるし、なかなか犬とか猫とは違ってね、やっぱ維持費かかるんで、どうしてもやっぱ乗馬クラブとかで走れなかったり、あの競馬とかでも走れなかったらやっぱ維持するってのも大変なんですよね。結局お金を稼いでくれないとやっぱこうね、一応経済動物っていうことなんで、一人でもまあ僕がねあのやっても、ね、あまりビビったりもんですけど、まあ、それで馬のことをね知ってもらったりねできる人がいたらいいかなっていうのもあるんですけど、うん、馬にも ねやっぱり命というか生まれてきたからにはね、はい、幸せになってほしいですもんね。ほんのちょっとでもね、もうほんとね、こう今日一日を通してほんと馬ファーストなのよ。ね、もう自分を犠牲にしてまで馬の面倒を見る彼らですから、ぜひですね、まあ馬を預けたいよっていう方もしかしたら見られてるかもしれませんね。あの本当に予託がメインの柱にするあれなんで、予託の方が増えてくると、まあ、この子たちも世話ですね。ですがこの子たちも稼ぐ、で予託するもも稼ぐで、頑張って頑張ってこういい循環ができればいいかなっていう、はい、ということですね。はい、ですからあとはもう僕があとはここの成功例として成功すれば、こういう牧場がどんどん増えてきたらまたそういうですね。ですから僕が広げるんじゃなくて他の人がどんどんやれたらなみたいな、はい、ですからやっぱ稼げない今でもまあやり方によっては稼げるんだよっていうのを見せて、どんどんこういい感じの循環にしていけたらいいなと思ってるんですけどね。一般のお客様も
こちらに来て楽しむことはもちろんできるんですよね。はい、ですからそのための2頭ですから、うんうんうん、はい、やっぱオーナーさんがついてるとやっぱオーナーさんの馬なんでちょっと触れませんってありますけど、この2頭はもう僕の馬なんで、あの触ってもらってアイドルになってくれたらないいなと思ってますね。可愛いですね。そのもし体験しようと思ったら、はい、そのまあ遊びに来ようと思ったらどういう流れを取らせてもらっていいですか。とりあえずあの電話してもらって、うん、ホームページに電話ありますし、はい、あとツイッターとか、うんうん、ツイッターとインスタやってますんで、うんうん、そこからメッセージしてもらって予約何月何日ちょっと予約したいんですけどって来てもらったら予約空いてればね、やっぱもう実際見るのと触るのと違うと思うんでね、うんうんうん、実際触れ合うのとなかなかね、いやなんかね単純に癒されるフィーリング効果がありますよね。もう始めたばっかりなんで、はい、頑張ります。はい、ぜひあの僕の同級生、はい、のんちゃん、これからもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。すごい馬に恋してますね。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。